フェテナンゴ茅沼です。今日はカフェテナンゴのロゴボックスについて、紹介したいと思います。カフェテナンゴはですね、このロゴが入った、木のボックスが2種類あります、ね、でこれね、それぞれ素材が違うんですね。で役割も違います。まずこれですね、こちらの素材が、何だと思いますか？白い箱ですね、はい、これです。霧ですか？はい、正解です。これはね、霧でできてますね。霧タンスとかね、あると思うんですけれども、霧というのはこの防湿効果、湿度をね、高い湿度から守る効果が高いわけですね。なので、この中にはキューブパックを開けたこの生豆が入ってます、ね。生の豆というのは湿度が、安定してなきゃいけないということで、カフェテナンゴの生豆は霧のボックスに入ってます。で、こっち、ね、こっちはですね、杉ですね、はい、この杉のボックスは何かと言いますと、じゃん、これね、焙煎機に投入する生豆を測る箱なんですね。でこれはですね、なんとこの測りにぴったりのサイズで作られてるんですね。おお、はい、測りに合わせてこのサイズが作られています。でしかもですね、このディードリヒ 3kg なんですけれども、マックスで 2.5kg 投入します。でこれね、ちょうど 2.5kg 入れるとぴったりサイズということで、はかりのサイズと釜のサイズにぴったり合った箱というね、非常に実用的な箱になってます。完璧ですね、はい、サイズが、はい、すごいでしょう。霧って高級なイメージがあるんですが。そうですね、豆自体も高級な豆なので、はい、入れ物もちょっと高級な素材を使ってます。なるほど、湿度は快適ですからね、はい、あとカフェテナンゴの、今入江さんの後ろの壁なんかもですね、はい、珪藻土が塗ってあるんですね。珪藻土なんです、はあ、珪藻土はご存知の通り、はい、調湿効果ですね、湿度を調整する効果がありますので。なるほど、このカフェテナンゴの店内というのは、ね、珪藻土と霧の箱で、大切に生豆の品質が守られているわけですね。おお、これはスタッフも知らないですね、はい、スタッフ知らないと思います初めて聞きました、はい、こういうね、細かいところにこだわりがあるんですね、はい、なるほど、はい、よくね、箱を売ってくれって言われますけども、はい、このうち発売してもいいかもしれないです、はい、本当ですかただね、4000円ぐらいします。だいたい価格を言うと皆さんそのまま帰って行かれるんですけども、はい、欲しい方がいても残念ながらこれは、売ることができません。今日はこのオリジナルボックスの秘密について紹介しました。カフェテナンゴ茅沼でした。